オレンジからやったら左足で打つ、黄色でやったら右足で打つ。ちょっとやってみよう。難しいよ。OK、こういうことをちょっとやってみよう。どうぞ、一回りしたら誰かここ変わって。やってみよう。いいね。どうぞ、どんどん行こう。もっと前に置かないと。1回で。これはこの練習の意味っていうのは、これはねキックトレーニングっつってて、うんうん、だからキックのトレーニングのように見えるけど、走り方はものすごく重要なんですよ。やっぱこのステップですよね。そう、これね右足で普通蹴らしちゃうんですよ。はいはいはい、ね、で左足で蹴るとなると、うん、このシーンはね、このシーンは左足で入るとなると、はい、ボールの入り方ってものすごい重要なんですよ、うんうんうん、小股から大股っつってんだけど、この子ずっと大股なんですよ、うん、テーマは小股から大股、小股からグッと大股でいく、うん、あ、この人インステップ使っちゃったね。インフロント使わなきゃいけないのに、でもねこれがね本当にやってればまた上手くなるんだわ。じゃあね、この今右足の右サイドに出て左足で蹴るんだけど、うん、キーパーからするとどっちがいいかね。右足の方に出るんだから右足で蹴るとなると、うん、キーパーって読めるんですよ、うんうん、でもインフロントだと、うん、両方蹴られる恐れがあるんで、うんうん、キーパーってすごく困るんですよ。まあそうですよね、うん、だからこれはキックのトレーニングでもあるけど、うん、ボールの入り方のトレーニングでもあるし、歩幅のトレーニングでもあるんですよ、うんうん、ゆっくりからゴーゴーゴーでスピード上げるように、ゆっくりから早く、もっと溜めとかないと。オッケー、逆行こう。今ボールから目離さなかった？こうなってるわけ。こうなってるわけ、試合中で。イメージとして、ボールくれる？ついていけよ。ボールだけ見て、うん、そうそうそう。こういう感じのイメージなの。だからいつもボールから目を離しちゃいけない。分かった？それから歩幅を大事にする。それからここはボールの置き場所を意識する。よし、やってみよう。あ、いいね。力貯めて、ゴーゴーゴー。貯めておいて。強いボールは座って蹴るんじゃないんだ。右の隅、右足で右の隅、力ためといて。インフロント。踏み込め。ブラボー、ブラボー、素晴らしい。いいね、いいね、いいね。ボール目離さないで。踏み込んで。ゴー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 。そうやってスピード上げるように。球際でスピード上げれるように。これもこっち側結構難しいんですよね。いや、これはね、そうでもない、これはね右のインフロントで蹴れるわけですよ、うん、ああそうかそうかそうか。だからこの方が右利きの子には楽なんだ。やりやすい。あのね、あの日本の選手が、あのストライカーが出ないっていうのは多分このトレーニングやらないからだと。あの選手っていうのはシュートを打つときに自分のスペースって上げとくんですよ、うんうんうん、力が入りやすいように。そうですね。それとマークを振り切りたいっていう、うんうん、だからこれこうやって右足でこうやって流れてきて、普通左足でこうやって蹴っちゃうんだけど、うん、僕はそれをわざとこう転がったボールをこう右の中でこう蹴りなさいって、キックしなさいって言ってるのは、こう、これも歩幅調整をすごく意識させれるんですよ、うんうん。で、小股からボールのそばでグッとこう入っていかなきゃいけないのね。これヘディングも全てのことが小股から最後グッと入っていくことなんだけど、それを何気なしに意識させていくトレーニングなんですよ。習慣化することで、うん、だから子どもたちっていうか選手たちは最初、え、これなんで左で蹴った方がいいじゃないっていうけど、うんうんうん、こう右でやったり左でやったりすることの意義が、うんうん、
年齢が高いプロ選手であればあるほどすごく分かる、うん、これトレーニング全部ヴェルディでやったトレーニングですからね、うん、だからヴェルディでやって中学生にやらないトレーニングはないし、うん、全てトレーニングは一緒ですよ、うん、強弱の差こそあれ。どうやったら一番ボールに入りやすいか、どういう歩幅で行った方が自分であの左の隅に出せるか、たくさんやろうっていうわけじゃないから考えるわけ。答えまで教えてるんだ。歩幅、小股で目を追いなさい、ボールを。それで踏み込みなさい。そしたら強いボールがいくから。足は関係ない。踏み込む力、もしくはスピード。 OK。 一斉右利き。 OK。 ボールくれる。そしたらこういうふうに足を振るの。足を前に出すように、足を前に出すように、足の出し方気をつけて。オーライ、もっと踏み込んで、小股から大股で。ボールが転がります。小股で目で合わします。徐々に合ってきたら踏み込んで足を出します。たったこれだけのことなんで、トライしてうまくいくいかないじゃなくて、意識でボールに対して小股で入って OK だなと思ったら踏み込んで、最後は足の出し方だけだから足をきれいに出しなさい、前に。そしたらカーブがかかって自分の思うボールが出せるようになるから、やってみよう。 OK 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 おお、素晴らしい素晴らしい足の出し方。OK、 分かった分かった。俺のね、日本語が下手くそだからいけないんだ。みんなもう一回頭の中整理して。こうだよね、こうやって振りかぶるからいけないんだよ。振りかぶんなくてもこれがしてくれる。前に、またね、前にだけ出せばいい、前にだけ出せばいい、前にだけ出してみよう。 OK。 おお、いいね、気持ちいいね。一斉、相変わらずどっか行っちゃうね。これでこの子たちは飛躍的にボールに意志が込められていくんですよ。